どうもこんにちは、ベースキャップです。前回ですね、ちょっと間違えてやってる風琵琶を披露してしまったので、今回は改めてやってる風ウッドベースの弾き方を発表していきたいと思います。前回同様にですね、条件3つありまして、1つ目は、ピッチを気にしない、ウッドベース永遠の課題であります、ピッチを一旦忘れましょう。そして二つ目、三本の指で弾くということですね。まあ、俗に言うスリーフィンガーというやつですね。こんな感じで、三本の指で、たまに弾くと、よりウッドベース感が出ます。そして最後に、和音を混ぜてみる。和音、複数の音のことですね。こういう和音ですね。これでよりウッドベース感が出ると思います。それではちょっと弾いてみます。Thank you.